茨城県立大洗高等学校は、茨城県東茨城郡大洗町に所在する、公立の高等学校。町唯一の高等学校で、県内公立校としては、比較的新しい高校である。同校開校以前、町内の高校進学者は、林市の水戸市や中港市などへ通学する他なく、開校にあたっては、地元、大洗町からの強い要望と開校への協力が、 あったという。設立時以来普通科単科の学校であるが、最大の特色は、音楽活動、特に講述する、マーチングバンド部の活躍で知られていることである。1993年からは普通科に、音楽コースを設け、2008年度からは、大洗町内に、学生寮を開設して全国から生徒を募集している。また二千七年度より普通科で、人文。 教養学、ビジネス、社会学、健康、生活学のコース選択制を導入、進学や就職にも力を入れている。音楽コースの生徒は全員が所属するマーチングバンド部ブルーホークスが有名である。マーチングバンド部は開校2年目に吹奏楽部として発足、その後開校10周年記念事業でマーチングバンド部となった。全国大会では金賞の常連で、 1998年には、公立高校として、史上2校目のグランプリも獲得している。また、1992年に、シドニー市長の招聘により、オーストラリアへの海外遠征を実施して、以降、3年に一度、マレーシア、シンガポール等への海外遠征を行っているほか、全国各地のイベントなどでも、その演奏を披露しているため、大洗い高校といえば、 マーチングバンドの学校として、地元でも広く知られている存在である。2019年4月にエレクトロニックスポーツを行う e スポーツ競技部が創部される。平成27年度の卒業生、進学率58.1%、就職率41.9%、進路決定率100%。ありがとうございます。